子供部屋フリッツ・フォン・ウーではドイツの印象派の画家、ザクセン州のボルケンブルクの中流家庭に生まれた。父親は役人で日曜画家でもあり、母方の祖父はドレスデンの王立美術館の館長を務めた人物であった。高校で学ぶうちに芸術に魅力を感じ、1866年にドレスデンの美術学校に入学したが、その年の終わり、陸軍に入隊し、 馬術の訓練士になり1868年には中尉に昇進した。1876年にウィーンでハンス・マカルトと知り合い、再び画家になるために18,877年に軍を除退した。その年、ミュンヘンに移り、ミュンヘン美術院に入学した。ミュンヘンでは、レンブラントラの17世紀黄金期のフランドル絵画を研究した。 ヨーロッパに絵画を学びに来ていた、アメリカ人画家、リラ、キャボット・ペリーを教えた。1877年からパリに移り、文化やチミハーイのスタジオなどで学び、作品を1880年のサロンドパリに出展し、家作を得た。1882年にオランダを旅した。この頃フランスの印象派の画家たちの影響を受けて、明るい色使いの作風に変わっていった。 ドイツ印象派の画家、マックス・リーバーマンと交流し、より印象派に近いスタイルで描くこともあったが、より保守的なスタイルの作品を出展作に選ぶことが多かった。1890年頃ミュンヘイン美術院の教授になった。ルートビヒディル、ロビス・コリンと、マックス・スレイ・フォークトラと、ドイツ芸術家協会の創立メンバーとなり、ミュンヘイン分離派との合同点では審査員を務めた。 ありがとうございます。